キスナーの皆さんこんばんは。東京渋谷にあります、白樹ホールの社員にやっています原です。森先生も今日ゲストどうもありがとうございます、はい、よろしくお願いします。今日また素敵な大きな楽器を連れてチェリストの中木健二さんにいらしていただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕ら知り合ったのは多分チェロコレクションの時に弾いてもらった時ですよね。多分ね、多分お仕事でご一緒したのはそれで、でもそれよりも前に多分どちらかの演奏会だったかパーティーだったかわからないですけど、そちらでお目にかかりました。なんかやり始めました。全然です。はい、でもなんかすごいその時に盛り上がって、初めてホールにお邪魔した時になんか全然初めましてっていう感じがしなかったのさっきもてかこの前先月か、茂木大輔さんも僕から白樹ホール社員から友達申請来て、はい、80ぐらいの立派なじいちゃんだと思ったら自分より全然年下一回恥ずかしかったのは、うちのチェルシーメイツって雑誌があるんですけど、はい、そこに長谷川陽子さん出てもらったんですけど、はい、まだ僕は30代中盤ぐらいの時で、はい、なんだこの若い人なんだろうなと思って雑談ずっとしてたら、インタビュー終わりましたって言われて、えって思ったことがえ、これ雑談じゃなくてインタビュー、いや支配にいつ来るのかと思ったら、あなたが支配になったのねみたいなそういうね、なんかあんまりこうね、出だしの悪いお付き合いもあるもんですから。いやいやいや、とんでもない。中木さんにはその長谷川陽子さんっていう考えた、うん、無伴奏チェロ組曲って6曲あるんですけど、うん、6年かけてこの世代の人たちが1番から6番まで弾くっていうチェロコレクションっていうイベントをやった時に、何番でしたっけ？2番です。2年目ですね、はい、に出ていただいて、もう10年ぐらい経ちますよね。そうですね、10年経たないぐらいじゃないかな。ちょうど10年前後ぐらい前に知り合ったんですよね。あとはリクライニングで、奥様方は素敵なピアニストなので、それで一緒に出ていただいたっていう、はい、確か、7月14日だったんですよ、うん、でフランスの独立記念日だからっていうのでフランスの曲も弾いたりなんかして、うん、でリラックククゼーションとかリクライニングコンサートだったんで、皆さん、まあ、気分よく寝られるのかなっていうふうに思ってたんですけど、まだ当時僕ちょっと若かったので、なんかずっと寝てるのも嫌だなと思って、最後に起きろみたいな曲をな元気なやつをドーンって弾いて終わったのは思ってたんですけど、もうあれ面白くって、寝かしに行こうとする方と、はい、寝かしてたまるかっていう雰囲気の方が結構、うん、どっちも面白いですよね。うん、僕の場合は途中まで寝ててもらって、そこでもう明確にここで起きてほしいっていうのがあったので、うんうんうん、もうでも本当うちのレジデントまで言うと言い過ぎかもしれないけど、本当にうちの主力で、いやいやいや、もうとってもお世話になってます。ということ実はお話しなくて飲み行ってる回数が多いっていう感じいやそっちでも楽しませてちょっとね、いろいろ家も割と近かったりするので、飲みによく誘うんですよね。シェロの男性の方初めて、笹沼辰樹っていう190センチぐらいの背の短パンで来た人、多分そうですね、あんまり呼んでないかもしれない。うん、チェロってどうですか、大きいよね。大きい大きいって子供みたいな感じだけど、うん、モテるんですよチェリストってね。楽器がモテるの？いや結局女子って最近結構何推しとか始めるじゃないですか、うん、我々が若い頃にいろんな人に聞いたんですけど、うん、背も同じで性格も同じで、うん、もうただ違うのは、チェロ弾きかバイオリン弾きかって言った時に、うん、もう10人中10人チェロ弾きと付き合いたいって言うんです。へえ、そうですか。いやそんな、でもなんかビオラの人ってよく言いますよね、チェリストは不当にモテるって。まあまあ、ビオラはビオラジョークっていうのあるぐらい卑屈な、ビオラジョークって知ってます？知らない。ビオラが、バイオリンに勝てるのはただ一つ、うん、大きいから燃やした時に少し長く燃えるとか、ね、そういうそうそうそう、なんか豊かな音程で弾けるとかね、同じ場所に降りること落ちることがない指とか、ね、そのめちゃくちゃなこと言う。僕もビオラバイオリンも弾けたけど、ビオラを始めた時にビオラ弾きの先輩に、これでお前は人生の敗者だって言われましたからねバイオリン通じないからビオラだろお前もとかなんて言うよ。もうそれぐらいちょっとビオラの人ってね、割とネタ的にそういう卑屈になりがちな楽器なんですけどね。
言われますね、なんかチェリストって持ってるだけでいいよねみたいな、なんかそのちょっとよく見えるみたいな、あんまそんなことないと思うでもなんか女子語ってます、なんかこうなんかこう抱きしめてるようなとか、あー、なるほどね、冗談じゃないです、全然それどころじゃないでもこっちは大変なんだ、そう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 、そんな感じで、ちょっとでも大変なのを聞かせていただきたいな、うん、いいですか、ね、これはなんていう楽器でしたっけ、これは、ヨーゼフ・グアルネリっていう楽器で1700年製のチェロなんですけど、1700年、1700年ですね、324歳です。じゃあ少しだけ触りだけ、これ聞いたことありますよね。え、この曲は有名なんですけど、こうバッハの無伴奏チェロ組曲。でも確かに似てそうな気がする。いや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 、これは男性的な感じするね、やっぱり。ま、もう声が人の声の音に近いっていうのが魅力だと言われてますけど、ね。そうですね。大体同じぐらいの。なんかバイオリン弾く人よりはおおらかな気がする。気のせいかな。モテそうでしょ、絶対。もういや、モテる。やっぱチェロモテるな。それやってみます。いやいやいや。ね、でも大変そう。でもバイオリンはね、本当英語とかもそうだけど、やっぱり3、4歳ぐらいからやっとかないと、うん、なんか20歳ぐらいで始めても20年つけてもここの形が難しいみたいで、うん、全然上手くならないんですけど、チェロは60歳ぐらいでね、定年してから始めてみるとか、結構いらっしゃいますね、そういう方。そんな人いるの、うんうん、あと僕の知り合いで、慶応のワグネルで伝説のコンサートマスターが気がついたらチェロ始めてて、どうしたんだったら四十肩で腕上がんなくなった、 あとすごい上手いホルム吹きがチェロ始めたらどうしたんだったら、もう肺が弱まっちゃって音出なくなったからって、まあそこでチェロ逃げ込むのは分からないですけど、多分一番始めるにはね、そうですね、座って弾けるし、多分そんな他の楽器に比べたら体にかかるこうなんていうんですか、ね、負担、うん、が少ないのかなっていう感じはしますね、うん、ある程度ぐらいまでやっぱこうじゃなくてまっすぐ弾ける分不自然じゃないですよね、まあね、確かに、だからある程度のお年になってからも始めても、あれボケ防止にも絶対ですよね、左手ずっといいんじゃないの、そうですね、うん、そうですね、まだあんまそう考えて聞いたことないですけどいや結構遅く始める知り合いいるもんですからそうですね、だから皆さんすごい楽しそうにしていらっしゃるのは嬉しいなと思いますけど、チェロ弾くが分からせると、なんかいくつになっても楽しめるっていうのは、僕は結構小さい時から弾いてるんですけど、なんか嬉しいですよね。まあチェロ選んだ理由って何かあるんですか、一番最初に。うちはもう母が、あ、チェロ、もうアマチュアのピアノ教師だったんですけど、うん、お腹の中にいる時からもこの子はチェロをやらせるって決めてたみたいで、うん、であとチェロってこれフルサイズなんですけど、子供用のチェロが2分の1とか4分の1とかってあるんですよ。本当に2分の1じゃないんですけど、ちっちゃいサイズがあるんですね。そうで一番小さいのが、まあ、今どうか分かんないですけど、当時は10分の1っていうのがあって、本当にバイオリンに毛が生えたみたいな、ちっちゃい、うん、それが持てるようになったら始めるって言われたので、その頃がちょうど3歳で、いや相当早いですよね。早いですね。
チェロはね、うん、だからでもそんな、そもそもこの弦の長さに合わせて作ったチェロってこのサイズなわけだから、やっぱ楽器が小さくなったら音出ないんですよね。かっこいいだけなんですよね。だからもうなんか本当見よう見まねなんですけど、エンドピンともついてるんですよね。ついてます、ついてます。音は大人が挟んで弾けちゃう。いや全然弾けると思う。見たことないな、ちっちゃい子供チェロ。だいたいそのちっちゃい子供チェロってもなかなかこう、うん、目にすることが少ないので、どこで売ってるんだろうと思って、うん、どこで売ってるんですかね。でも割とバイオリンよりは始めるのが遅い人多いですよね。うん、そうですね。だいたいバイオリンかピアノやってた人がチェロに変わるっていうのが多いケースなんですけど、うんうんうん、ある程度この大きさのもの弾かないとね、なかなか。そうですね、うん、そうですね。なんかでもずっとチェロだったんで、うん、いわゆるその英才教育みたいな、厳しく育てられて、本当に嫌だ、まあ、男の子なんで外で遊びたいとか友達と出かけたいとかあるんですけど、やっぱ練習しなきゃいけなくて本当に嫌で、一回すっごい悩んだんですよ。何歳ぐらいだろう、4歳か5歳だったと思う。早いな。高校の時とじゃなくてね。ゴミに出して、もうこれ収集車が持ってってくれたらさすがにもう練習しろって言わないだろうと思って、うん、木だから燃えるゴミかなって、うん、でもエンドピンがついてるから燃えないゴミかなと思って、悩んでる間に悩んでたことを忘れてそのまま続けたんですけど、あの時ゴミに出してたらもう多分チェロ弾いてないですし。怒られるのでしょうからね。いやまあ怒られるでしょうけど、チェロ弾いてたら一生怒られるけど、うん、ゴミに出したら怒られるの一回で済むじゃないですか。ああ、いろいろ考えたらそれを 4、5歳。そう、本気で悩んでました。それ4、5歳の記憶あるって結構頭良かったんですね。じゃあね、いやどうですかね。でもあの今考えてもちょっと変わってましたよね、うん、幼稚園も 1、2年目はあの行ってなくて、うん、そんな時間があればあのチェロ弾けばいいかなっていう。どういう厳しい。で年長になる時に、父親は全然音楽関係ない人間だったんで、うんうん、あのそのうち の, あの地方の愛知県の岡崎市ってところで育ったんですけど、その自分の家の周りの子供はみんな楽しそうに幼稚園に行って帰ってくるのに、で午後2時か3時ぐらいまで僕だけなんです、ずっと一人で、うん、でそれがかわいそうだっていうのに父が、だから1年だけでも行かせてあげたら。結構壮絶な幼少期ですね。初めて聞いたけどそんな話。そうだって少なくないと思いますよ、あの僕みたいな感じで。チェロだと少ないかもしれないけど、バイオリンやピアノは多分、うん、いわゆるもうあの絵に描いたような英才教育だと。あれうちの子供も、まあ、ホールの写真がやってるから、はい、結構バイオリンとかピアノとか、まあ、先生を結構選べる方だったと思うけど、はい、あの白樹子供バイオリンコンクールとかにわんさかすごい曲弾くちっちゃい子がいる、うん、どうやったらこういうの弾けるとこまで徹底しきれるのかわからないっつって、もう2人で、嫁さんと僕もバイオリン弾けるんですけど、うん、ハテナがもう消えないですね。 うちの子だって 1,2 年生の部って受けたんですよ、うん、一応ホールの試合人の娘ですよ、うんうん、そんでもないの、予備予選落ち、うん、そんなにゼロやね。ピアニストもあの大萩康二ってし、有名なギタリストの奥さんの河野ひろ子さんっていう、また素晴らしい、もうもろに落ちましたね、うん、右手がなってないと。厳しい。上半分しか使わないですよ、弓。だからまあ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 無理だって、3、4年受けろったらやだ、落ちるから受けないってこの親父。そうなりますよね。まあでもあのね環境で、岡崎っていい先生いたんですか。でもいや、いなくて、うん、当時岡崎にまずいい先生も何もチェロの先生いなくて、うん、なかなかいなさそうな感じですね。そうなんですよ。で才能教育でチェロ始めたんですけど、うん、才能教育研究会行ってるんですよ、うん、トヨタにそのトヨタ支部っていうのがあって、うん、そこまで週に1回通ってて、車で1時間ぐらいかけて行ってたのかな。いやだけど地方は苦労してますよね。僕の後輩で NHK 入っちゃったんだけど、やっぱり福井で生まれ育って先生いないから、うん、京都まで上村昇先生の習いにとか、あ結構めちゃめちゃ遠いところまで習いに行く、うん、あの親の親もすごいですよね、うん、そこまでやるっていうのは。いやまあ親がやっぱりその気なかったら無理じゃない。まあバイオリン楽器は無理でしょうね、うん、
うちはなんか練習しなさいって言われて練習するの何よそのノコギリみたいなの汚いって言われて嫌になって弾かなくなるみたいななんかそんな感じでしたけどもすごいですねそれはね多分嫌だっていう勇気がなかった怖かったですか怖かったですねでもこれでいやそれでねあの、うん、まあ留学とかいろいろあって、うん、こっち帰っても十何年になるんですけど今岡崎の地元のホールのレジデントアーティストって別に住んでるわけじゃないんですけど、うん、あれはどういう経緯であれは僕が多分高校生ぐらいの時に岡崎市にシビックセンターっていうホールがすごい立派なホールができて、うん、ただ、まあ、地元だったんですけど演奏する機会はずっとなくて、うん、留学してからもうしばらく経ってあのそういうホールがあるんですよっていうのをなんか紹介されて一回弾きに行ってすごい響きも豊かで。でその後そのホールので、まあ、何回か演奏させていただくようになって館長さんになった方がやっぱホール作ったからにはあのレジデントアンサンブルを持つのが夢だと、うん、大きいホールだったら、それこそウィーンフィルがあのウィーンシュターツオーパーのレジデントみたいなそのオーケストラだとか、うん、ってなるんですけどそのホール400から500席ぐらいの、うんうんうんこじんまりしたホールなので、まあ、オーケストラでもできなくないけどせっかくだからいろんな室内楽でっていうので、で弦楽三重奏でしてあの永原光太くんっていう今読響のコンマスのバリニストと同じく読響のソロビオラの鈴木康弘さんと3人でアンサンブル天下統一っていうのを作りました。名前どう思います？天下統一いいじゃないですか。岡崎らしい。そうだから僕天下統一の東京初参戦白鳥ホールだったんですけど東京初参戦です。そうすごいな。江戸入りしたのは白鳥ホールだったんです。三河から。なるほど。そうだけど僕騙されて全員出身地が岡崎、愛知県だと思い込んでたんですよ、うん、全然違って広島と北海道でしたっけ。広島と新潟です。新潟か。そう、まあ、まあでも東京へ鮮明のものって言ってんだ。そうでもそれからまあその鈴木康弘っていうビオラ弾きがまあ結構読売工業楽団でトップで、あと王子ホールっていうあの銀座にある王様室内楽ホールがあるんですけど、うん、そこで結構主催公演頼まれてる会もあって、今結構王子で呼ばれたり。そうですね、今度の、うん、夏も8月の26だったかな、うん、演奏させていただきます、うん、という形で、うん、でも弦楽四重奏って聞いたことあるじゃない、バイオリン、バイオリン、ビオラ、これバイオリンとビオラとチェロの3本の弦楽三重奏って言うんですけど、トリオにした理由は何なんですか？まあ、いろいろ柔軟に対応できるってことと、まあ、そうなんですよね。一人例えばピアノが入ったらピアノ四重奏になるし、今原さんがおっしゃったみたいにもう一人バイオリンがいれば弦楽四重奏になるし、で弦楽三重奏の曲も僕も当時あんま知らなかったんですけど、めっちゃいっぱいあるんですよね。そうなんですよ。さらに言うとコントラバスとピアノならあのマスジャンジャンジャランジャ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 ン、あれもできるし、できますね。だからかなり自由。あとオリジナル曲がめちゃめちゃあるんですね。そうですね、ベートーベンだけで5曲、うん、でモーツァルトも素晴らしい曲があるし、うん、まあ、編曲ですけどバッハのゴールドベルクもできるし、うんうんうん、他にもなんか聞いたことある曲ばっかりですね。そうなんですよ、だから近現代曲も入れると本当にいっぱいあって、うん、から一回僕石上麻衣子とバイオリニストが弦楽トリオで、はい、池袋の芸術劇場の地下で、はい、ホロコーストでひどい目にあったユダヤ人たち の、 お話を、うん、有名な声優が朗読するっていうのがあって、うんうん、BGM が全部そのホロコーストで死んだユダヤ人の作曲家の曲だけでも2時間余裕で持つんですよね、うん、で結構みんな曲が明るくて、だから天下統一の時まだ腹落ちしなかったんですけど、こういういい曲がまだ世にいっぱいあるけど演奏機会がないから、うん、それは埋もれてるのもったいないって話になって、それでだから天下統一って言ったけど弦楽トリオっていう認識がすごく薄い状況のまま、その話を聞いたんで、まあこの前リクライニングで中目ぐな佐藤春馬くんと3人で三重奏を、弦楽三重奏2000円のリクライニングだったんですよ。この3人で100枚しか売れなかったら諦めようって言ったら一応ほぼ完売しまして、なので弦楽三重奏をちょっと年に1回、うん、今言った3人が白鳥ホールでやる話になってしまったんですけど、うん、王子ホールでやられますもんね。そうでも弦楽三重奏ってなんか本当に
忘れ去られた編成って言ったら言い過ぎですけど、うん、弦楽四重奏に対して圧倒的に演奏される機会が少ないから話にならないぐらい少ないですね。なんでこれを機会になんかオリンピック競技じゃないけどちょっとなんかメジャーになったらいいなと、うん、だからいっぱいある。トッパーホールも今あの田原綾子毛利文香とかでやってるから、だからもう3巻で弦楽トリオをやれば結構ね知名度上がってくれるんじゃないかなっていうのは。そうですね、トッパーホールの西巻社員って有名なクリエイターいるんですか、はい、彼にもそのことは部下が上司に報告するように僕らもやりますっていう話して、うん、になんかそんな感じで。そうそう、歴史をたどるとってなんかまあちょっとあれですけど、さっき あのユダヤ人の話じゃないですけど、ユダヤ人3人で作ってたその、うん、シモン・ゴールドベルクとヒンデミットとフォイヤマンがやってたのが、うん、その弦楽三重奏では一番多分、うん、まあ歴史上最も活躍したトリオで、今でも録音が残ってるんですよ、ね、すっごいもう歴史的な名演というか、うん、なんかあのバイオリン・バイオリン・ビオラ・チェロだと、うん、なんか要するに主旋律となんか内声っていって、うん、なんか伴奏みたいになりがちなんですよ、うん、ビオラとバイオリン、セカンドバイオリンが、うん、だからそれがなくなると全員が交互に主役になるような曲が多くなってくるというようなね話もあって、曲の作り方が全然違うみたいで、まあ、これはちょっとぜひ広め、そうですよね、天下統一全楽トリオだから、そうですね、そうそう、ちょっと一緒に東京で弦楽トリオの曲を、そうですね、うん、たくさん知ってもらえたらいいなと思って、いい曲本当にいっぱいあります。うん、関西の演奏はないんですか今どうやって。いや天下統一一回大阪でも演奏会をして、うん、最近そうですね、まだ今あのこのあとすぐの予定はないですけど、みんなとかそれぞれ関西に行ったりいろいろはしてますけど、まあオケ、まあ2人とね今言った2人オケで有名ですけど、結構室内楽活動もめちゃめちゃやってますもんね彼は。そうですね、うん、あとねあの山形で音楽祭を、はいはいはい、中木さん主催ですよねあれね。そうですね、すごくないですか、ね、すごい。あれはだから奥さんの絡みもあるんでしょうけど、どういう趣旨で始まるんですか。山形って化けたから見回してる。そうなんです、妻がもともと山形県の上山市っていうところの出身で、で僕もそれが縁で知ったんですけど、その場所一回も行ったことなくて、うん、新幹線で行くと、山形新幹線の山形の一個手前なんですよ。そうです、ひやがなんて出てですね、駅名は上山って書いて、すっごいいいところで温泉もあって、うん、あの食べ物も美味しくて空気も綺麗で、ただ演奏会とかなんか用事で行くと、もう弾いて一晩泊まったらもう帰んなきゃいけないじゃないですか。でなんかもうしばらくここにいてちょっとのんびりしたり、なんか美味しいもの食べたりってなんか方法ないかなっていうのを地元の人と相談したら、でちょうど同じぐらいのタイミングで芸大で教え始めてたんですけど、なんかその学生がなんかすごい今の若い学生ってみんな上手だしすごい真面目なんですけど、コンクールとかオーディションばっかりもうそっちにすごいこうあの集中してるっていうか、なんかもうちょっと一緒に弾いてなんかこう伸び伸びしたり楽しんだり他の人の演奏を聴いたりっていう、それだけの音楽祭があってもよくないっていうのを思ってて、で実際その上山市ではそんなにクラシックの演奏会は普段ないので、その現地の人たちにはクラシックを聴いてもらう機会で、若いその受講生には演奏する機会を与えるっていう意味で、なんかその橋渡しみたいなことができたらと思って、今度の3月で、あと今度の3月で8回目かな、滞在はあれは学生さんとかどこにどこホームステイみたいにやってるんですか。いやいや、ホテルに泊まって。あ、そうなんだ。だから温泉ついててすごい幸せです。いやいや、山形はうちもあの販売店とかもあるんですけど、うん、本当美味しいですよ何もかもはね。そうですね米と水がうまいですからね、まず、うん、あったら日本酒がむっちゃうまい。めっちゃうまい。あとフルーツ。そうですね、うん、あ、桜もとかありますね。そうです、桜とかもね。そう、もうちょっとね山形は結構行くんですけど、うん、本当に住みたくなりますよね、うん、いや販売店が東京出身の人なんだけど、はい、なんかもう受験もないし、小学校6年生だけど受験がなくて目がいいんですよ。あ、逆に冬場あれちょっと今日晴れたから蔵王にスキー行こうかみたいな感じで、まあなんか東京でせわしく生きているのが一瞬バカらしくなった会話を、うん、そこの代理店の奥様と話してる時に、うん、サピックス知らないとか、え、何ですかそれとか言ってました。塾も知らないし、いや山形大学行けたらいいかなみたいな、なんか東京の人なんだけど、うん、もう住み着いちゃってもう完全根が生えちゃって、うん、いい場所ですよね。そうですね、本当に、うん、
なんかうちの代理店の息子さんもだからファンになっちゃって、うん、気がつきゃちょっと見かけたらなんかちょっと差し入れしに行きたいっていう。いやいや、もう来てくださっていつも、ね、本当もういい、ありがとうございます、うん、まあという形ですいません、なんか時間があっても来てしまってね、あの留学時代の話も聞きそびれちゃったんですけど、いい、まあ今だからもうこっち戻ってきて10年、今度そうです、ちょうど今10年目ですねぐらい、ね、10年経ったところですね、うん、だから今お父さんになって芸大先生になってあっちこっちで演奏してる感じですけど、うん、今後の抱負みたいななんかあるんですか。そうですね、なんか、うん、もっと、うん、うまく言えないですけど、クラシックってなんか難しいとか、うん、堅苦しいとか、弾く側は弾く側で、うん、いろんなこと、バロックがどうとか現代音楽がどうとか、うん、いろんなこと考えなきゃいけないなと思って今までやってきたんですけども、そんなとてもよくて、ともかく聴いてる人に感動してもらえるような刺激的な演奏会がやりたいなっていうのが今の目標です。うん、なるほどですね。更新の指導とかもう楽しいですけど、もうなんかもう細々したことどうでもいいから、ともかく感動させられるようなチェリストが一人でも増えればいいなと思って、うん、まあ増えてきましたけどね。そう、みんないいチェリストだし、でもなんかその細かいことにとらわれすぎてたなっていうのをすごい最近思って、チェリスト天才が出すぎて右後の竹の子と言われるぐらい出てきてるんですけどただそんな中でやはり技術力がやたらうまくても、まあ、音楽家に対する理解だとか、うん、作曲に対する深みですか、うん、そういったものは醸成されないので、そこのところが分かってくると多分聴衆に伝わる量も変わると思うので、うん、そういう風な体験をどんどん若い人にもしてもらいたいなと思ってる、うん、今日この頃なんですけどね。そうですね、うん、ぜひぜひ、うん、とあとやっぱまあもう戻ってきて10年経ってフランスに10年住んでたことのことを思い返すと、やっぱり自分が日本でフランスの音楽を弾くっていうのはすごい大事なことなのかなっていうのも思い始めてます、うんうんうん、フランスの音楽をちゃんと日本の人に愛してもらえるように広める必要があるなとは。まあいい曲多いですからね。そうなんですよ、日本って三大 B とか教わるから、ドイツもしかなんか音楽じゃないみたいな変なね、そうなんですよ、ね、差し込みがあるから、そこは外すのはぜひちょっとそこはまた協力できたらなと。ぜひですね、よろしくお願いします。ということであっという間に時間が来てしまいましたけれども、はい、それでは、チェリスト中毛健二さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。